宝石チャンネル始まります。というわけで、宝石チューナー宮城明です。今日は恐れについてお話をしたいと思います。先日、妻のアサミックミッコの YouTube チャンネルにも、出たんですが、その時の話題が恐れということで、心理カウンセラーの彼女と恐れについて結構深くお話をしたんですが、今回は恐れというテーマに合う宝石を紹介していきたいなというふうに思います。まず恐れと一言で言っても、さまざまな恐れがあって、人によって感じ方も違えば、どんなことを恐れているのかもさまざまだと思います。そもそも恐れっていうのは悪いものなのかといえば、当然そうではありません。身を守ったり危険を回避したりするためにはとっても重要な感覚で、恐れている時っていうのは気持ちよくないかもしれないけども、その感覚があるからこそ私たちは身を守ったり危険を回避することができているとも言えます。ただその恐れの感覚に捕まってしまって身動きが取れなかったりとか行動ができなくなったりとか、恐れが信念の大半を占めていて、自分が恐れていることがあたかも真実のように思い込んでしまって、人生の決断っていうものがその恐れに基づいた決断になってしまっているとしたら、多分その人生っていうのは恐怖と不安だけの人生になってしまうんじゃないでしょうか。そういう意味でも私たちがその恐れという感覚とどのように付き合っていくかっていうのは人生においてとても重要なポイントではないかというふうに思います。今日はその恐れという感覚を持ちながらも、豊かさとか希望とか喜び、そういった感覚も感じられるようにサポートしてくれる医師たちを紹介していきたいなというふうに思います。恐れっていう漠然としたテーマで、お話をしていくと、とても分かりづらいと思うので、得意のボディ、マインド、スピリットのそれぞれの領域においてどのような恐れがあって、でその恐れに対して、どのような医師がサポートをしてくれるのか、そんな視点でお話をしていきたいなというふうに思います。まずボディ領域、での恐れっていうと、自分の体が傷ついたり、命が失われる可能性っていうところの恐怖っていうのは誰もが持っているものだと思います。そしてその恐怖があるからこそ身を守ることができたり自分の命を守ることができるっていうふうに考えると、この恐怖の感覚、恐れの感覚っていうのはとても重要なものだというふうなことがわかると思います。ただ、恐怖に縛られて、外に出るのが怖かったりとか、人との関係性が円滑にできなかったりとか、たくさんの人の中に行くとパニックを起こしてしまうっていうことになると、人生がとても制限され、人生の豊かさ喜びっていうのを感じるような機会っていうのを自分に与えることが少なくなってくるんじゃないかなというふうに思います。そういった恐怖の中で人生がうまく進んでいかない、人生の喜びを感じられないっていう方にとっては、第一チャクラに働きかける宝石をまずお勧めします。例えばロードライトガーネットやマラヤガーネットというガーネット系の石ですね。この辺の石はとてもよく働いてくれる石で、体を維持するという意味ではとてもいい働きをしてくれる石だと思います。あとはレッドスピネルという石、生命の危機に対する恐怖というものに苛まれている人にとっては生命力を高めていくという意味でもとてもいい働きをしてくれる石かなというふうに思います。また別な視点からいくと、お守りとしてアクアマリンという石もとてもいいかなというふうに思います。昔からお守りの石としてよく使われていた石なので、アクアマリンを持つというのも一つの手かもしれません。次にマインド領域の恐れですね。
これはとても複雑なので、マインド領域の恐れの話をすると、何日もかかってしまう、心理学的な考察だったりとか、そういったものも含めるととても複雑に絡み合った、マインド領域の恐れだと思います。なのでその中で、いくつかこういう恐れってあるよねみたいなものを今日は3つ、出した上で、そういった恐れの感覚に対して働きかけてくれる宝石を紹介したいと思います。1つ目、嫌われる恐れ、これありますよね。多分ね、みんな嫌われたくないんですよね。人から嫌われないために行動をする。嫌われないためにはどうしたらいいかっていう指針みたいなものが、もう出来上がってる人も多いと思います。ただ嫌われるときは嫌われる、好かれるときは好かれるなんですけどね。それは分かっていてもどうしてもやっぱりその恐怖っていうものからは、自由になれない感覚を持ってる人は多いと思います。そんな方におすすめの石はまず第一、インカローズ。この石はとてもいいと思います。嫌われてもいい、嫌われること上等みたいなぐらいの強い、意志を持てるようにサポートしてくれる石だと思います。あとはパパラチアサファイア、パパラチアは私はお姫様の石って言ってるんですけども、お姫様は多分嫌われるかどうかなんて意識しない存在だと思います。嫌われるっていうよりも自分はみんなから好かれているっていう感覚のもとに存在している、そんなところに意識を持ってってくれるような石がパパラチア、インカローズとパパラチア、これはおすすめです。はい、そして2つ目の恐れ、失う恐れですね。喪失の恐れ、これは自分が何か今持っているものを失ってしまうっていうような恐れです。それは愛情であったり、お金であったり、人間関係であったり、地位であったり、名誉であったり、様々なものに関して私たちは失うという恐れを持って、生きています。失う恐れを持っているということはいいものを持っているということでもあるのでね、それはついになっているものだとは思うんですけども、失う恐れに相性のいい宝石としてはまず1番目、翡翠で、この石はとてもハートチャクラに働きかける力が強い石だなというふうに思います。でハートチャクラに働きかけるということは、ハートなので、愛情っていう部分に働きかけるっていうことが言えるので、その人の持ってる愛情のエネルギーっていうものを潤滑させてくれる、純粋な愛情のエネルギーを循環させるっていうような働きをしてくれます。でハートチャクラっていうのは、もう一つの役割を持っているチャクラで、それは上のエネルギーと下のエネルギーのバランスを取ってくれるっていう役割です。つまり天界から来ている、さまざまな、お恵みだったりとか、情報だったりとか、そういったエネルギーと私たちの、下の部分、動物として生きているという部分ですね、そのエネルギーと天界のエネルギーをうまくここで調整してくれるっていうのがハートチャクラの役割です。でこのハートチャクラのエネルギーが乱れていると恐怖は起きやすいです。下のエネルギーは生きるためにどうしたらいいか、この地球上で自分の生きている意味はどうなのかとか、自分の自己アイデンティティの部分であったりとかっていうことを構築していくっていうのが第1、第2、第3のチャクラ、第5、第6、第7の上のチャクラ、ここはもう天界とつながっていくということなので、本当に目に見えない力の世界、そこを司っているチャクラのエネルギーと現実っていうところを司っているチャクラのエネルギーがうまく融合させるということがとても重要なんですが、ハートチャクラがうまく働いていないとその融合がなかなかできにくいっていう部分があるので、ハートチャクラをいい形で働かせていく、そういう意味で翡翠はとてもいいチョイスだと思います。あとはこのハートチャクラに働いていくって石たくさんあるので、その人がどういう石に反応していくかっていうのを見ながらハートチャクラの動きを見ていくっていうようなことで石を選んでいくといいと思います。例えばインペリアルトパーズやルビー、アレキサンドライト、しかもアレキサンドライトのキャッツアイとかですね、この失う恐れっていうものに対してはとても相性のいい宝石だと思います。はい、そして3つ目、
否定される恐れ、まあ、拒否される恐れですね。否定のエネルギー、否定されるということに対する恐れ。でもこれは成功する恐れと結構対になっていることが多い恐れだと思います。でこういう恐れに苛まれている人、そういう恐れによって動きが取れないでいるっていう人にはファーストチョイスとしてはタンザナイトです。特に非加熱のタンザナイトがとても相性がいいと思います。あとはパライバトルマリンですかね。これは意識をちょっと高い位置から見れるようにしてくれるので、否定される恐れというところにとどまるよりも前に進んでいこうっていうような軽いエネルギーに持っていってくれる、そんな石なのでパライバトルマリンとかもいいと思います。今3つの恐れについて話しましたけども、この3つの恐れ全てに共通して働く石としてはルビーやスフェーン、こういった石もとても効果的にサポートしてくれる石だなっていうふうに思っています。まあ、ルビーは本当にいろんな働きをしてくれる、先ほど言ったボディの領域でもルビーっていうのはすごくよく働いてくれる、まあ、第一チャクラに働きかけるっていうところもあるし、なぜかハートチャクラにもビンビン働きかけたりします。そういう意味でルビーという石っていうのはボディ、マインド、スピリット全ての領域において働くとてもいい石だなというふうに私は感じています。そしてスフェーン、このスフェーンは、過去の荷下ろしの石っていうふうに私は言っていますけども、マインド領域の恐れっていうのは過去に起因していることがほとんどです、まあ、そういう意味で過去に閉じ込められているさまざまなエネルギーを表面化させてくれる、そういった働きをしてくれるのが、スフェーンなので、恐れのエネルギーにはスフェーンという石が、効果を発揮するっていうようなことがよくあります。3つ目、魂の領域の恐れ。魂が恐れを感じるときっていうのは、感情を感じなくなっていくっていうときです。スピリットの恐れのために必要なエネルギーっていうのは感情を動かしていくっていうようなエネルギーになってくると思います。ということは感情を動かしてくれる宝石であれば何でもいいっていうことが言えるだと思いますね。ただやはり魂の領域で相性のいい宝石っていうのは、自分の魂の純粋性を動かしてくれる、自分の魂の純粋性に気づかせてくれるような宝石っていうのが魂の領域に相性のいい石だというふうに思います。その代表格がステラエスペランサ、ヘミモルファイトっていう石ですけどね、ヘミモルファイトの、とても綺麗なものがステラエスペランサという名前になりますけども、ステラエスペランサやパライバトルマリン、あとは一部のダイヤモンドですね、特にカラーダイヤとかはちょっと特徴があるので、魂の純粋性を思い出していくっていう意味では、ダイヤモンドとかもとても相性がいいかなというふうに思います。はい、というわけで、今日は恐れと宝石についてお話ししてきました。今日出てきた宝石たちは、そういった傾向がある宝石たちだよっていうふうに、見てもらえる。今日お話しした以外にもさまざまな働きをしてくれるのが宝石なので、一つの側面だけで見ていくとちょっともったいないなというところがあるので、今日は恐れっていうところと宝石っていうところを結びつけた時に、こういった恐れがある時はこの辺の石を持つと結構何か起きるっていうような感じで捉えてもらうと嬉しいです。そして私が提供している宝石のフィッティングは、その人の例えば恐れがあるとしたら、その恐れの根底になっているものが何かとか、根本的にその人が今求めている方向性はどうなのかっていうことをより深掘りして、その人に合った宝石をフィッティングするっていうやり方をしています。多分こういったフィッティングができるのは、私だけだというふうに思っているので、ぜひですね、興味があったらより深掘りしたいなっていう方も、いや深掘りはいらないけども、とりあえずその石に触りたいなっていう人も、まあ、どちらでも構わないので、ぜひですね銀座の方に来ていただいて、実際に宝石に触れながら、そして、私のカウンセリングを受けながら、宝石に触れてみるっていう体験をしてもらえればなというふうに思います。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。宝石のことについてあれこれ話していくチャンネル、宝石チャンネルです。私は宝石チューナーとして宝石のエネルギーっていうものに注目をして、宝石と
人の面白さを伝えるチャンネルとして、このチャンネルをお送りしています。面白いなと思ったらぜひチャンネル登録をして、次回の動画も楽しみにお待ちください。またグッドボタンとか押していただけるととっても嬉しいです。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃん。